ザ・シズル道。最初のプレゼンターは前々回は負けて真っ白い反響する会議室で やりましたけど、前回勝ったからってことでこんな豪華セット、徹子の部屋やし、これ1位になっただけでこんなに、しかもメダルかけてくださいって言われたんですけど、セットは豪華なんですけどメダルがしょぼいんですよ。シズル堂に初挑戦した時敗退したため、前回は会議室でインタビューを行った小刻みインディアンモーリー。いや、一旦スタジオとか降りて、あの椅子に座ってゆっくり考える時間もないと。その食堂編で見事な勝利を収め、再びシズル堂に I'll be back。 あのちょっと僕でモテ遊んでますよね。そうですね、僕あの5チャンネルでですね、あの番組をやってた時にパンおじさんっていうですねキャラクターで、県内のパン屋さんをいろんな店舗練り歩いてパン紹介してきたんですよ。このパン愛は誰にも負けません。はい、僕がおすすめするパン屋さんはベーカリーラボステイゴールドです。ステイゴールド、はい、ステイゴールド。那覇市真壁、広い公園の目の前にあるベーカリーラボステイゴールド。いつまでも輝き続けられるお店にしたいという意味を込め2016年にオープン。木のぬくもりを感じるおしゃれな店内、アットホームな雰囲気も心地よい持ち帰り専門店だ。もうパンの種類も豊富で、入った瞬間からいろんなパンが並んでおーってなるんですけど、あの那覇祭りの出店ぐらい並んでるんですかね。11時のオープンと同時に多くのお客さんでにぎわう店内、職人が丁寧に仕込み焼き上げたパンが毎日50種類ほど並んでいる。すごい、50種類って。うん、その中でモーリーが選ぶおすすめのパンは、はい、一品目はトマトデニッシュです。トマトデニッシュ、シンプルなんですけどね、もうデニッシュ系はもう種類が豊富なんですけども、甘い系から惣菜系まで、もう特に目に留まったのが僕はもうトマトデニッシュで、もうオーラがもうピカーって輝いてましたね。もうドア開けた瞬間からこっちにしか目に行かないですね、トマトデニッシュ。店主の大城さんは沖縄県内のパン屋さんやケーキ店で15年間修行をして独立。デニッシュの生地作りには特に時間をかけている。オープン当初からずっと試行錯誤はしてるんですけど、生地に対してのバターは多分比較的多い方だと思うんですけど、食べた時のこの鼻に抜けるバターの香りだったり、このサクサク感出すためにやっぱりバターの量は多くないといけないんですけど、そこはなるべくあのケチらず多めに使ってます。バターを贅沢にたっぷりと挟んだ生地を折り込んで伸ばして、それを冷蔵庫で冷やし、また折り込んでは伸ばしての工程を3回繰り返す。仕込みからもう焼き上げるまでになんと3日間もかかってるんです。そうで、バターの芳醇な香りがもう何とも言えなくて、まあこれぞデニッシュっていう感じなんですけど、食べてみたい。美味しそう。あら、生地にチェダーチーズを挟み発酵させてから、かわいい、ポテトサラダを乗せてオーブンで16分焼く。具材を一度に全部乗せると火が通りにくく、サクサクの食感も失われるため二度焼きをする。一度焼いた生地の上にトマトフィリング、フレッシュなプチトマトを2つ、イベリコ豚のベーコン、パルメザンチーズを乗せてさらにオーブンで8分、仕込みを始めてから3日目、ようやく焼き上がるトマトデニッシュがこれだ。はい、こちらご覧ください。トマトデニッシュ完成しました。はい、この後仕上げにバーナーでね、より香ばしくなるようにベーコンを炙って完成します。めちゃくちゃいいな、まあ、トマトの酸味、ポテトの甘さ、炙りベーコンの旨味、いろいろ楽しめて満足感高い状態、見てください。あの仮面ライダーのアマゾンが仮面ライダーに似てる、アマゾンを食べるような感じで
分かるでしょ、ね、口に入れた時のサクサク感、うん、もう最初から最後までサク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 、もうサクサクスタートサクサクゴールなんです。ここで終わらせましょう。サクサク、うん、ほうさ、ほう、もうほう、ほう年満作です。ありだろ、僕からしたらですね、もうサクサクを超えて法年満作ですね。あんたは一番このやつはダメ。さすがに法年満作では伝わらないので、店員さんに食べてもらいました。すごい、これが法年満作。はい、二品目はクロックムッシュです。クロックムッシュ、まあ、フランスでいう、まあ、フランスでいうですね、ホットサンド的なものなんですけど、食べ応えがあってですね、もう噛めば噛むほどもう虜になる。このクロックムッシュにですね、ステイゴールドがこだわりにこだわり抜いた食パンを使ってるんです。だから美味しいんです。少し甘めなんですけど、でこの甘さっていうのがグラニューとかこの糖の甘さじゃなくて牛乳の甘さだったり、トーストした時に優しい甘さになるように仕込んでますね。食パンはリピーターが多いお店の看板商品。大城さんが修行先の師匠から受け継いだレシピをアレンジしたもので、ゆっくり時間をかけて発酵させた深みのある風味と優しい甘みが特徴。オーブンで45分じっくり焼き上げた食パンがこれだ。見てください、すごい焼きたて、ほかほかの食パン、しっとりふんわり、もう優しい甘みが、牛乳の優しい甘み、香る感じする。このままでも十分美味しいんですけどね、今からボリューム満点のホットサンドに変わっていきます。そう、これだけでももう十分でしょ。いや素敵よね、絵になる、本当本当。中にクリームシチューのソースがあって、その中にキノコがふんだんに入ってるんですよ。そしてその上にですね、ハムが置かれていて、食べれば食べるほどクリームシチュー、キノコ、ハムはもう最強ですよね。キノコのシチューとロースハム、ブラックペッパーをサンドした食パンの上にはナチュラルチーズとモッツァレラチーズをたっぷりのせる。オーブンで10分、食べ応え抜群のクロックムッシュがこれだ。はい、ご覧あれ、こちらクロックムッシュ出来上がりましたよ、はいはいはい、焼きたてもやほや、はい、仕上げにバーナーで表面に焼き色たまらないっしょ、これね。まあ、2種類のチーズも使ってますから、うん、時間経っても硬くなりませんよ、うん、そうなんだ、チーズもシューも多く使ってるけど、ね、もう最後に食パンの美味しさが伝わってくるんで、味最高です。セボトルビアンですね。これインタビューでカットされたやつです。これは言った方がいい、ねじ込みましょう、ねじ込みました。美味しそうな、ボリシモモルトボノー、これもインタビューでカットされたやつですね。と真心込めて一つ一つ焼いています。素敵な夫婦、皆様のご来店お待ちしております。モーリーおすすめステイゴールドのトマトデニッシュとクロックムッシュ。